神戸です。阪神対広島7回戦の模様をお送りいたします。連勝中のタイガース、カープとの一戦です。解説席には立川光雄さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上の先発ピッチャー、メッセンジャー、中6日のマウンドとなります。今日の登板で勝ち星を挙げることになれば3勝目ということになります。1回の表、カープの攻撃。先頭バッターは1番東出、バッターボックスに入ります。最初の1球は成田、初球振りません。153キロ出ています。現在最下位のカープ、今日のゲームはどうでしょうか。どう攻めるのか。まっすぐ打ちました。ノーアウトからヒットが出ました。さあ、そして2番に回ります。木村、打席に入ります。まあ、ダブルプレーあんまり見ませんのでね、こういう状況でも安心できますよね。はい、さあ、このバッティングはどうでしょうか。どこに入れてくるか。初球はボールになりました。2球目、さあ、バントした、取りました。一塁へ、一塁アウト、ワンアウトになりました。そしてバッターは3番丸、もちろんランナーを返せば先制ということになります。最初の1球、まずはボールから入りました。ここは1球外します。2球目はどうか。空振りです。3球目、インコース打った、打ってセカンドへの打球、一塁送球、これはアウトになります。セカンドゴロに終わっています。そして4番バッター登場です。栗原、その注目のバッターボックスです。得点圏打率が高いバッターに回ってきましたが、立川さん、ここはベンチは期待してるでしょうね。このスコアリングポジションにランナーのいるケースはね、よく打ってますのでね。はい、ピッチャー、ここは締めていかなければなりません。初球見送っていきます。1球外しました。で決めてきました。このボールには手が出ません。外のボール、次が4球目、次が5球目、わずかに外れて2-2。立川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。今のはバッターがよく見ましたよ。さあ、どういくか。外れました。フライになった。さあ、8球目、勝負に出るか。低いボール、しかしこの打球はファウルボール。これで決めるか。追っていきます。しっか
かり捉えた。追っていく追っていく。センター深いところ破った。サードランナーがホームベースを踏みました。打ったバッターは二塁へ。タイムリーツーベース。前ですね。これは相手にとっては非常に嫌な先制点になったと思いますよ。この得点からどう試合が動いていくのでしょうか。今日の打順でつなぐことができるかだと思いますよ。打順が変わります。島、チャンスの目は広がりました。さあランナー返せるか。第1球は最初は外に持ってきました。1対0カープがリードしています。変化球、ここは追い込んでいます。初回に先制点、後続は立ちたいところなんですが見送ります。さあ4球目、わずかに外れて 2-2。 さあ何を見せるか。ボール、このボール球には手を出しません。取って一塁送ります。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。いやー、黒木さん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。そしてカープの先発ピッチャー福井、前の登板では負けがついています。猛虎打線に対してどんなピッチングを見せるんでしょうか。1回の裏、タイガースの攻撃、先頭のバッターマート。どこから行く。初球から落としてきました。2球目はどう攻める。落とした。これは空振りです。これで追い込みました。空振りの3球三振。バッター俊介、ちょっとね、しばらくヒットがないのでね、そろそろじゃないですか。はい、この打席こそはと思っていることでしょう。初球わずかに外れてボール。2球目、スライダーでしょうか、縦の変化球。ストレート、サードへの打球、一塁に送ります。一塁アウト、アウトです。サードゴロに倒れました。そして次の3番鳥谷、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。最初はストライク。
ここは落としてきました。様子を見ていった。バッターよく見ました。外、これはボール。次が5球目。あっと、空振り三振、スリーアウトチェンジ。さあカープ、この後6番から始まります。2回の表、カープの攻撃。先頭のバッター石井拓郎、今日の第1打席になります。どこから攻めるか。初球ストライク。いやー、黒木さん、ナイスボールですよね。いい球来ましたね。何かこう気持ちが前に出ているようなボールでしたよね。球速、コース、もう完璧ですよ。さあ次も力勝負を挑んでくるのか。ストライク。際どく攻めるのか。高めのボール球を打った。上がりません。ちょっと釣られてしまいました。次が4球目。あっと、見逃し。下位打線に回ります。甘井、このゲーム最初のバッターボックスになります。第1球、その初球は外のボール。2球目はどうか。ここは落とします。次の配球は引っ掛けます。打球はピッチャーの横、取って一塁へ送ります。アウト。ピッチャーゴロに倒れました。次のバッターに変わります。石原。初球です。まずはストレート来ました。次のボールは、ここは見送ります。カーブを投げてきました。勢いのあるストレート。さあ何を見せるか。この打球はどうなる。前に出る。前に出ます。レフトの前に落ちた。ワンバウンドヒット。福井。外めのボールから来ました。バッテリー1球外してきました。今度はまっすぐ来ました。
3球目はどうする。あっと今度は変化球、変化球で2ストライク目を取りました。さあ4球目、低めのボール打った、ショートへの打球抑えた、アウト、これで3アウトチェンジ。さあタイガース、この後4番バッターの登場です。2回の裏、タイガースの攻撃、4番からの打順になります。森田、初球はどうか、真ん中打ちました、左へ行った、レフトの前に落ちます、ワンバウンドヒット、レフトへヒットを放ちました。次のバッターとなります浦和、打席に入ります。初球から入れてきました。2球目、強烈な当たり、この球は外れています。次が4球目、スイングアウト三振、これが今の三振です。打順が変わります。山田、今日の第1打席に入りました。最初はボール。ここは外してきました。入れてきました。次が3球目、低めインコース、次の4球目、上がっています。バッターは二塁へ向かった、ファーストランナー二塁へ回った、センターからセカンドへツーベースヒット。そして打順は7番加納、その注目のバッターボックスです。夏川さん、足がありますからこのバッターは出したくないですよね。相手チームからすればね、この足の速さというのはね、嫌なもんですよ。そうですよね、相当警戒するでしょうね。ここは転がしてね、できれば叩きつけるバッティングがいいですよ。ですよね。まずはストライク、変化球を自由自在に操ります。バットを出しません。取った、一塁に送ります、これはアウトです。セカンドゴロに倒れました。そして8番岡崎、その注目のバッターボックスです。松川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。まずはコーナーをついてきます。サードランナー帰って同点、セカンドランナー帰れば1点勝ち越しというバッターボックスです。低めいっぱい決まった、直球で追い込みました。三振、スリーアウトチェンジ、このピンチ三振で完璧に抑えました。2回の表裏終了、
タイガース。ワンアウト三塁二塁は結局無得点に終わっています。3回の表、カープの攻撃。この回から打順は帰ってトップから2巡目ということになります。東出。まずは簡単にストライクが来ました。1対0、カープがリードしています。カーブを持ってきました。果たして3球勝負するのか。このストレートは外れました。ここは外してきました。さあ4球目、フライになった。取ってこれでワンアウト。レフトフライに終わりました。そして次の2番木村、打席に入ります。初球は高めに来ました。2球目はどう攻める。見送ります。3球目インコース決めました。速いボールで追い込みました。ここは落としてきました。次が5球目、カーブできました。フルカウントからの6球目、空振り。ボールを捉えられませんでした。スイングアウトの三振のシーンです。そしてクリーンナップへと続きます。丸、どこから攻めるか。まずはストライクを取りました。2球目はどうでしょう。お真ん中打った。サードの前になります。2アウトからヒットが出ます。1本目のヒットが出ました。次のバッターとなります栗原。何を投げてくるか。初球ストライクを取りました。152キロです。ストレート打ちました。打球はショートへ。アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終了しています。カープ得点はなりませんでした。3回の裏、タイガースの攻撃。バッター、メッセンジャー。ここは塁に出て繋いでいきたいところ。初球はどうか。今のはバッターに当たりそうなボールでした。まずはインコース。ここは外してきました。
2球目はどうか。スライダー縦に変化します。3球目はどうする。外際どい。バッティングカウントになった。ちょっと今のは危ないボール。内への変化球は決まりません。まっすぐできました。さあフルカウントになった。2者連続三振。落ちる球、最後はバットに当てさせませんでした。福井ズバズバッと三振に切って取ります。これが今の三振です。この回打順が一巡してきました。マート打席に入ります。どこから狙うか。初球はボールになりました。鋭い打球だ。いい打球だ。カムカと破った。ワンバウンド落ちました。打ったバッター一塁を蹴った。中継のショートへツーベースヒット。左中間へのツーベースになりました。次のバッターを迎えます。俊介、同点のチャンスに打順が回ってきました。初球振りません。三遊間一塁へ、アウト。サードゴロに終わっています。夏川さん、これは打球の方向が悪かったですね。そうですね、右方向へ心がけてほしかったですね。そうですよね。右の方向へゴロを打てば確実にランナーを進められるんですがね。なるほど。さあここでチャンスになりました。鳥谷、ワンヒット同点の場面というバッターボックスです。まだ7打席ですけどね、ヒットがないんですよね。ちょっと気にはしているんですが、最初は変化球できました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。2球目はどうでしょう。これはボールです。2つインコースに来ました。次が3球目。打った、三遊間へ。ヒットが出た。実に8打席ぶりのヒット。そして4番バッター登場です。森田、その注目のバッターボックスです。松川さん、いいところで4番に回りました。いい名前になりましたよね。まあ、威圧感というんですかね、相手にプレッシャーを相当与えてますよね。打席に立つと美味しそうな雰囲気ありますからね。ピッチャーは何か投げづらいというか、このバッターは全ての球種に対応できるような今日は感じがしますよ。ここ1番で打ってくる、何かそういうものが見えるんでしょうね。カーブできました。さあ3球目、ストレート外れました。バッティングカウントになったが決まりました。スリーアウトチェンジ。このピンチ三振に切って取りました。
途中経過です。まず地方球場1対0ベイスターズがリードしています。そして地方球場です。1対1同点です。4回の表カープの攻撃、バッター島バッターボックスに入ります。どこから行く、まずは見送りました。得点差わずか1点、カープがリードしています。次の2球目、また大きな変化球を持ってきました。3球目、外のボールはショートへの打球、一塁送球、これはアウトです。ショートゴロに倒れました。バッター石井拓郎バッターボックスに入ります。どこから行った、最初はインコースから来ました。いやー黒木さん、ナイスボールですよね。ナイスボールですね。そうですよね、気迫のようなものを感じますよね。ボールが走ってますよ。この後も素晴らしい投球を期待したいです。外角低めのストライク、三振、一気に決めてきました。これが今の三振です。そして次の7番天井、打席に入ります。初球はどうでしょうか。まず最初のボールを決めていきました。どう攻めるのか、中へ、3球で決めてくるか、ストレート、ここは外してきました。外、外れてボール、どうだ、レフトが出ます。取りました。これで3アウトチェンジ。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。4回の裏タイガースの攻撃、この回は5番から始まります。ウラズ打席に入ります。初球はどうか、これは打者の体にデッドボールです。まあ当てた後は瞬時に気持ちを切り替えないといけませんよ。瞬時にですか、分かったことにする感じですね。第1球はバントします。取って一塁に送ります。アウト、ワンアウトになりました。下位打線に回ります。同点のチャンスに打順が回ってきました。どこから行った、まずはボールから入りました。ここは外してきました。
これではバットが出せません。次が3球目。外のボール球打っていった。抑えた。このままキャンバスを踏んでアウトになります。ファーストゴロに終わっています。そして打順は8番岡崎、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスですからなんとかつなげたいですよね。ここでね、下位打線ですけどね、なんとか1番につながるねバッティングしたいですよ。はい、まあ守る側としてはここで打線を断ち切りたいわけですよね。高め、まず内に入れてきました。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。次のボールはボールになります。さあ3球目、この球は見ます。厳しいところに決まりました。これは変化球。さあ何を見せるか。あっと三振、スリーアウトチェンジ。無失点に切り抜けました。今度も三振、2打席連続の三振に終わりました。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。5回の表、カープの攻撃。この回の先頭バッター、石原、バッターボックスに入ります。左方向。ラインの外。今のはファウルです。1対0、カープがリードしています。次の2球目。カーブできました。様子を見ていくか。三球三振、空振り。空を切らせました。ピッチャーに回ります。福井、打席に入ります。しかしレフト正面、平凡な打球だ。いい当たりだったんですけど、辰川さん、正面への当たりでしたね。残念でしたけど、こんなところが悪かったですよね。本当にアンラッキーな打球になりました。非常に狙い球が良かったんですけどね。打順がトップに帰ってきます。東出、バッターボックスに入ります。打ってピッチャーの横、抑えた。一塁へ送ります。ツーアウトからのランナーを出します。セカンドへの内野安打になりました。打順が変わります。木村、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるんでしょうか。初球インコース。次のボールはカーブできました。入りました。今のはバッターに当たりそうなボールでした。今のはボールになります。次が5球目。あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン。スイングアウトの三振のシーンです。
1点を争う好ゲーム、目が離せません。力は五分ですからね、気が抜けませんよ。5回の裏、タイガースの攻撃。対するこの回の先頭、メッセンジャー、打席に入ります。最初は見ていきます。ここは1球外します。低めのボール際どい。このボールには手が出ません。3球目はどうする。ストレート打ちました。サードへの当たり、一塁に送ります。これはアウトになります。サードゴロに倒れました。打順がトップに戻ってきます。マート、第1球は最初は高めに持ってきました。ここは外してきました。インコース、ワンエンドワン。3球目、高め、高めに3球来ました。黒木さん、高めではありますが力はありますね。そうですね、高めに行ってますけど球が走ってるから大丈夫でしょう。なるほど、やはり走ってますか。たまに力がなければこんな配球できませんよね。はい、ここは真っ向勝負を挑んでいます。低め打ちました。低めのボール打って右へ、ランナーが出ます。2打席連続のヒット。次のバッターとなります、俊介。バッターボックスに入ります。初球からコーナーをついていきます。枠いっぱいに決めていました。まっすぐを打って、今のはファウルになります。際どく攻めるのか。このストレートは外れています。ここはバットを出しません。次の4球目、外、これはボール。さあ何を見せるか。ストレート、打球はセカンドへ、取りました。アウト、セカンドゴロに終わっています。次のバッターを迎えます。取りたい、最初のボールを決めました。2球目、打球は右へ。今のはボールになります。ここは外してきました。低めはボール。あっと三振、スリーアウトチェンジ。最後三振を取ったのはストレートでした。さて試合は1点差のまま6回に入っていきます。
タイガース。ここで2番手ピッチャーにスイッチします。小島、1点リードされた場面での登板となります。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。神戸からお送りしていますゲームは6回の表カープの攻撃。この回はクリーンナップから始まっていきます。丸、打席に入ります。まずは見送りました。次の2球目、見ましたがストライク。さあ4球目、打球上がった。これでワンアウト、セカンドフライに終わりました。そしてバッターは4番栗原。初球振りません。1球外しました。低めのストライク。3球目はどうする。スライダー決まりました。次の4球目、あっとスイングアウト、三振。打順が変わります。島、最初はチェンジアップを持ってきました。今度はまっすぐできました。148キロのストレート。さあ3球目、この球は入りません。低めの球ストライク。次が5球目、前に出る前に出る、打球は右中間だ。取って、これで3アウト。6回の表までゲームは終了しています。カープ三者凡退に終わっています。ここまでの投球内容を見ると、ややボール球が多くなっています。継
点差を縮めたいこの場面、タイガース、ここで代打を送ります。勝田さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。これはどうしてもここで点が欲しいんでしょうね。最初はカーブから来ました。この高めはボール、この誘いには乗りません。今度は落としてきました。このスライダーで追い込みました。さあ4球目、空振り、2者連続三振。バッターグラブ、最初はストレート持ってきました。コーナーを狙います。4回には素晴らしい守備で場内を沸かせました。次が3球目、決まりました。後ろに下がった、下がった、フライになった、下がった、下がった、取りました。これで2アウト、センターフライに終わりました。松川さん、代打ですね。変えてきましたね。最初はインコースから来ました。ここは外してきました。2球目です。これは縦のスライダーでしょうか。ボールが続きました。3球目はどうぞ。外角いっぱいに入りました。148キロです。綺麗に落ちました。さあ何を見せるか。インコース決まった、低めの球。スリーアウトチェンジ。さあカー、この後6番から始まります。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。
ちょっと上がった。ワンアウトです。レフトフライに倒れました。松川さん、代打ですね。変えてきましたね。第1球。まずはコーナーをついてきます。1対0、カープがリードしています。まっすぐを持ってきました。様子を見ていった。ああ、低めのボール球、セカンドへの打球、一塁送球、これはアウトです。セカンドゴロに終わりました。次のバッターに変わります。石原、打席に入ります。まずはインコース。これは変化しました。外れました。ちょっと際どかったんじゃないですか。確かに際どいところに来てますよね。次が4球目。打っていった。三遊間はどうだ。マルチ安打となるヒットが出ました。レフトへのヒットになりました。さあ、ホームランの欲しい場面。カーファーストに代走を送ります。赤松、塁についています。打順が変わります。福井、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。まずは初球ストライク。次のボールは、このストレートは外れました。さあ、3球目。高いボールを打ちました。右への打球になりました。一塁に送ります。アウト。好プレーが飛び出した。いやー、黒木さん、ナイスプレーですね。気持ちの入ったプレーでしたよね。そうですよね。本当に選手一丸となって戦ってる感じがチームに溢れてますよね。必死に食らいついているこの姿ですね。はい、本当に素晴らしかったですね。熱のこもる接戦です。この回はファインプレーもありました。そうですね、あのプレーがなかったらやばかったですね。そうですね、流れが変わってましたね。カープ選手の交代をお知らせいたします。ショート木村がサード。さあ、カープ守備が変わります。相川、この回からマスクをかぶります。ランナーを出したいこの場面、タイガース、ここで代打を告げました。松川さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。さあ、この期待に応えることができるでしょうか。最初から低めに来ました。148キロのストレート。
ード。連続三振、まっすぐが決まった。バッター岡崎、バッターボックスに入ります。初球ヒッティング、いい当たり。松川さん、ファールでしたが強烈な当たりですね。ファールになってますけど、結構当たりがね、いい当たりしてますんでね、ピッチャーには。高めを打ちました。サードです。一塁へ送ります。アウト。サードゴロに終わりました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。初球は手を出しません。バッテリー1球外してきました。高めのインコース、外のボール球振っていきました。落ちるボール打ちました。三遊間です。一塁へ。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。その他のプロ野球です。地方球場です。4対1、ベイスターズがリードしています。続いて地方球場です。1対1、6回の表に入っています。タイガース、ここで3番手ピッチャーに変えます。西村、2日置いての登板です。カープ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の表、カープの攻撃。この回は打順変えてトップから始まります。東出、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。初球はどうか。まずスライダーを持ってきました。ここは外してきました。打ちに決まりました。得点差わずか1点、カープがリードしています。次が3球目、変化球です。さあ4球目、わずかに外れて 2-2。 このボール球には引っかかりませんでした。次が5球目、落ちるボール打った。低い打球です。しかしこの打球はファウルボール。さあ6球目、スライダー決まった。松川さん、ライダーですね。変えてきましたね。
第1球はどうか。まず外から入りました。縦のスライダー。3球目、今のはボールになります。バッティングカウントからの4球目、内への球、思わずバットを出しました。バット空振り、2者連続三振。最後はバットに当てさせませんでした。次のバッターに変わります。丸、最初はボール。次の2球目、決めてきました。このボールは見送るのが精一杯。さあ、いい当たりだ。取りました。一塁へ送ります。アウト。ナイスフィールディング。北さん、ナイスプレーですね。いや、本当にナイスプレーです。お見事でした。本当固い守りでしたね。見事なファインプレーが出て、なお接戦が続いていきます。いや、目の覚めるようなプレーでしたね。チームを救いましたね。さあ、2番手ピッチャーをマウンドに送ります。横山、2日明けてのマウンドになります。タイガース打線をどう抑えてくるんでしょうか。8回の裏、タイガースの攻撃。この回はトップから始まっていきます。マーク、打席に入ります。初球コーナーをついてきました。コーナーいっぱいにコントロールします。2球目はどうか。変化球打って低い打球になりました。ショートフライに終わりました。バッター俊介、どこから狙うか。できました。取って一塁に送ります。アウト。セカンドゴロに倒れました。そしてバッターは3番鳥谷、バッターボックスに入ります。外のボール手を出した。ファウルです。この変化球は手が出ません。低めのボール打った。
ショートです。取って一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウト、チェンジ。8回を終了しています。タイガース3人で攻撃を終了しています。タイガース、この場面で4番手のピッチャーとなります。福原、1点差という場面、ここでマウンドに上がります。カープ打線をどう抑えてくるんでしょうか。9回の表、カープの攻撃、先頭バッターは4番栗原。試合を決定づけるには得点が欲しいところです。第1球は初球ストライクを取りました。ゾーンいっぱいに投げ込みます。得点差わずか1点、カープがリードしています。変化球、シュートで追い込んでいます。インコースへ外れています。次の4球目、まっすぐできました。さあ何を見せるか。スイングアウト、三振。最後は外、空振り三振です。これが今の三振です。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。打って、打球はショートへ、一塁に送ります。これはアウトです。ショートゴロに終わっています。そして次の6番広瀬、バッターボックスに入ります。1球目狙っていって当たりません。どう攻めるのか。外のボール打って、2アウトからヒットが出ます。カープヒットの数を7としています。さあ一発が欲しいこの場面、カープファーストランナーを変えてきました。山本、松川さん、この場面で送ってきましたね。そうですね、足のスペシャリスト必ず3球目まで走ってくるでしょうね。そうですよね、この足を生かしたいですよね。いやー、バッテリーとしてはランナーとバッター、ここはリードも大変でしょうね。次のバッターとなります。そよぎ、変化球打ちました。低い当たりになった。取ってスリーアウト、チェンジ。さあタイガース、次の攻撃は4番から始まります。カープ、ここで3番手ピッチャーを出します。サファテ、中5日置いての登板となります。さあ最終回、注目のピッチング。9回の裏、最後の攻撃になりました。4番からの打順になります。キラ、ここは塁に出なければいけません。第1球、初球は低めから来ました。ここは1球外します。次の2球目、さあアウトコースはどうか。さあ3球目、座元、力強い投球を見せます。
インコース決めました。156キロ出ています。高めに外れました。ブラゼル、その注目のバッターボックスです。初球振りません。2球目です。入れてきました。豪快に投げてきます。フォアボールでランナーを出しています。3球目、低いボール、ファーストへの打球、二塁フォースアウト、一塁転送間に合うか、一塁もアウト、ダブルプレー成功。そしてバッターは6番関本。まだ1点差、野球は何があるか分かりません。最後のバッターになるか。初球を投げてストライク。気合の投球を見せます。ゲッツーでツーアウトにしています。2球目、低めの球、これで決めるか。この球は外れました。さあ4球目、速いボールできました。ここはバットを出しません。送ります。アウト。最後はあと1点が返せませんでした。このゲーム1対0カープの勝利となりました。福井、これで今シーズンの勝利の数を2としています。さあ、ランナーを許しましたがセーブを挙げています。投手リレーで完璧に抑えています。勝利監督インタビューが始まっています。勝利打点を記録いたしました。栗原選手に。さあ今日のゲームお伝えしてまいりました。解説は辰川光雄さん、そして黒木智弘さんでお送りしました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。